続いてのニュースは、こちら。白髪 K カップから P カップへ。こちらですね、最近キツネカップを自称し始めた白髪さん、いやもう本当にそうなんですけどもね、キツネカップを自称した白髪さん、ファンアートを確認するとですね、なんとなんと、P 髪さんがいらっしゃるという、 P カップの P 髪さんがいるということが判明いたしました。K から P への飛躍、すごいですね。どこからどうしてこうなってしまったのかわかりませんけども、なんと P カップの白髪が存在するということで、 P カップとなってしまえばもうそりゃすごいのではないかと、えらいこっちゃなのではないかと思いましてですね、 P カップについて調べたところ、なんと P カップ両方の胸の重さ、あのカップ数にはグラムがあるんですけども、なんと P カップ2つの胸の重さは約 8.6キロ、恐ろしいですね。ちなみに K カップは約 4.8 キロだそうです。もう5キロ、はい。で P カップはもう10キロ、約は10キロですね、はい。もうほぼほぼ10キロ、はい。ということで、バカじゃないかと、もう米じゃんという、結論に至りました。もうセンシティブでも何でもない、もう米、両方に米乗っけてる、恐ろしいですね。そう思った白髪さんはですね、自宅にあるお米でですね、Pカップを体験したということで、その時の音声がございますので、こちら再生させていただきます。よし、ということでお米を持ち上げますか。腰、いやー恐ろしいですね。腰を得られました。約10キロの米を持ち上げたところ、腰を得られました。はい、恐ろしいですね。 P カップは10キロの米をぶら下げてるも同等。いやあまりの重さに、白髪絶句です。こんなものをぶら下げているのかと、いえーでかけりゃいいってものではないとは思うのですが、だがしかし、やはり胸は大きければ大きいほど夢がある。そう、夢と希望が詰まっている。なのでこんな現実の重さを想像するものではない。そう、こんな現実味のことを考えるものではない。おっぱいは想像だ、ということで、米を持ち上げ腰を痛めた白髪さんが思った一言はこちら。想像の遥か先へ、プルスウルトラということで、最近、僕らのヒーローアカデミアを読んでるせいか、もうこういうことが言いたくなってしまうという。おっぱいも自由だということで、どん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 カップ数が上がれば上がるほど、まあ、その癖の方々に刺さるということで、皆さんもですね、自分の理想とする胸のサイズ噛み締めていきましょう。はい、ということで、Pカップ体験でした。いやもう本当に腰がいじられました。10キロでも結構あるんだなという、そう、10キロ重たいですね。5キロでもまあまあちょっと重たいなって思いましたけども、10キロはやばかったですね。いやー恐ろしいです。はい、ちなみに Z カップまで計算されてるところがありまして、 Z カップになると20キロだそうです。 Z カップは20キロ、もう想像を超えすぎている。うん、Z カップは20キロと、はい、怖いですね。オールマイト、マイを米にするんじゃありません。オールマイトもびっくりですよ。はい、もはや父だけがいるみたいな、人は存在しない、そこに胸だけがあるという状況なのではないでしょうか。怖いですね。